韓国政府がデマ、日本政府が抗議、日韓首脳会談で、韓国政府が韓国の連合ニュースに対し、G7 において、日韓首脳会談の実施で合意したにもかかわらず、日本政府が一方的にキャンセルしたなどとデマを流した問題で、加藤官房長官が14日の記者会見にて、そのような事実は全くない。 事実に反するのみならず、一方的な配信は極めて遺憾であり、直ちに韓国側に抗議したと表明しました。こちら、東京とソウルの外交ルートを通じて、韓国政府に抗議がなされておりますが、まあ、こういった韓国政府関係者の匿名での情報提供というものは、 本物の韓国政府の関係者であっても、かなり信憑性が低く、流す情報がむちゃくちゃであるというですね、問題が続いており、それを韓国のマスコミの皆様も理解しているはずでございますが、連合ニュースだけではなく、複数のマスコミがこの韓国政府のデマを 垂れ流してししてままいました。そもそも日韓首脳会談については韓国政府が引き起こした大量の問題が全く解決されていないどころか日に日に状況が悪化している中で会談などできませんし韓国政府は非公式な首脳同士の立ち話においても勝手に盗撮して公開してしまった 全科がございますので、そのような非公式の場の会話についてもほとんど行えないような事態に陥っております。また、今回のデマによって、日本政府はさらに心証を悪くしているものと思われますが、韓国政府の皆様には、このような デマを流すことによって、日韓関係がさらに悪化してしまっておりますので、今後はなんとか文在寅大統領の任期内に、さまざまな問題について、韓国国内で完全に解決をしていただき、これ以上、 日本政府に迷惑をかけないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。